ちょっと待ってくれ。どうしたの？そこの部屋を調べたい。ちょっと気になるんだ。前に来たことがあったんだったわね。わかったわ。ここは何かの研究施設のようだけど。金寮にか。もはやいちいち驚く気にもなれんな。誰もいないようですね。調べてみよう。何か得られる情報があるかもしれない。レネギスに暮らす者なら一度は夢見る金寮。よもやこんな形で訪れることになるとはな。スルドすら入ることが許されない場所なのですね。でもいくら大事な場所だからって王以外誰も入れないなんて変だよね。そうだな。部屋一つならまだしも、この規模ともなると手入れだって大変なはずだ。王が何者にせよ一人で管理するには広すぎる。そういうことが話されることはなかったの？あまり記憶にないわね。そもそも王も金寮も軽々しく話題にするようなものではなかったから。王の権威と一体になった特別な場所、選ばれた人々のさらにその頂点に立つ者のための場所。我々はずっとそう信じてきた。いや、信じ込まされてきた。その裏でこれだけのものを維持してきた目的、いよいよもって確かめずにはおくまい。これは私にも扱えそうだ。わかるか？これは実験の記録らしい。かなり古い時代から蓄積されているようだな。レナと属性組成の異なるダナの精霊力を変換および制御するための機構の構築、その要となるダナ系人類の素体を用いた闘魚中枢の開発、識別名王。王？他にもある。精霊力の安定的凝縮のための力場結晶の研究、これはコアのことらしい。この分では探せば巫女やスルドの研究記録も見つかりそうだな。スルドもですか？スルドの紋章は明らかに王や巫女のそれと同じ系統のものだ。そのスルドも一般のレナ人から選抜されることを考えると、全てのレナ人が何らかの処置を受けている可能性すらある。他に王のことで何かわかるか？さっきのは見出しだ。全てを読むには膨大すぎるし、専門的すぎて。いや待て、何か見つけたのか？王の実験体の一覧、名簿だ。どうするね？頼む。膨大な数、その全てに失敗とある。成功例はあった。これだ。調整隊12735、母集団なし、特殊調整系、世代なし、個体名アルフェン。俺はここで作り変えられたのか？アルフェン。大丈夫だ。他に成功例は？調整隊10105号、母集団なし、特殊調整系、
世代なし、個体名ボルラー。ボルラーもここだ。やっぱりあいつも誰かに王にされたってことかよ。あの男が最後だ。300年の間記録上王となったのは君とボルラーンのたった二人だけらしい。ですがそれでは今までのスルドブリガの勝者は誰も王になれなかったということになります。王になった者はレナへ帰還し、そこからレナとレネギスを統治する。次の王が現れたらその地位を退き、そのままレナで余生を過ごす、そう言われてきた。だが記録通りなら王は二人だけだ。それもスルドブリガとは無関係にだ。これではレナに王は存在しようがない。スルドブリガもその本当の目的は別にあったのだろう。統治者を選ぶための試練などではなく。そうは言っても300年間誰かが実際に支配してきたはずだろう。それが王でないなら一体誰なんだ。俺を王に変え、スルドブリガを始めた。そして300年間レナに王がいると嘘をつき続けた奴がどこかにいるんだ。それが本当の黒幕か。あの赤い女。考えられるわね。もっとも赤い女自身が黒幕なのかはわからない。レナ本国にさらにその主人がいる可能性だってあるわ。いずれにせよ無関係でないことだけは間違いあるまい。他には何か手がかりになりそうな情報はないの？どうやらここにあるのは実験にまつわる記録ばかりのようだ。我々の知りたい誰が何のためにといった情報はなさそうだな。とはいえここにはまだ目を通していない膨大な資料がある。全ては無理でも気になるならもう少し調べてみるといい。わかった。アルフェンはここで王となった。そしてボルラーンも。それが意味するのは。なあ、周りの端末も動き出したみたいだぜ。そっちからも何か情報が得られるかもしれないな。二人の王を300年間にただ二人。その成功率の低さも気になるが、300年間そこにこだわり続けた理由は何だ。他に方法がなかったのか。それとも気を張りな。
失敬した。アルフェン。少し驚いただけだ。自分がどういう存在なのかはもう分かってる。ただ誰だか分からない奴相手にだいぶ頭にきてる。そいつに顔を与えて憎みそうになってるんだ。なら私たちがつなぎ止めるわ、あなたを。そうよね。うん、アルフェンがどっか行っちゃわないようにね。ああ、憎しみに頭乗っ取られたっていいことねえからな。さまようことがあってもちゃんと帰る場所があることを思い出させてやろう。私も愚痴くらいは付き合ってもいい。ありがとうみんな。もう大丈夫だ。
喋らないで。約束通り、今からあなたをダナに向けて送り出すわ。次に目覚めた時には故郷よ。あんた、私はここに残って同胞への責任を果たすわ。私たちレナの問題にダナのあなたを巻き込んでしまって本当にごめんなさい。あが、鎮静用の仮面があなたの心が壊れるのを防いでくれているわ。安心して眠りなさい。麻酔をかけるわ。さようなら、バルフェ。予想以上にひどい。短期治療では対応しきれない。冬眠機能を併用しての長期治療に切り替えないと。長期治療でも生還率1割以下。しかも仮面の長期使用による精神及び感覚系への障害誘発の可能性大。そんな、戻らないとレネギスが持たない。この星船だってあなたとの約束を果たすことにはならないかもしれない。それでも助かる望みがわずかでもあるなら。これでいいわ。アルフェ、生きて。今のはネヴィリがアルフェンをレネギスから脱出させた時の。彼女はアルフェンを必死に助けようとしてたな。レネギスも危ない状態だったのに自分は残ったんだね。300年経っていたのも、記憶と痛みを失っていたのも、お前の命を救うための苦渋の決断だったのだな。ああ、そして俺は今ここにいる。彼女のおかげで。その彼女の思い、君はどう受け取るつもりだ？彼女は約束を守ってくれた。その彼女が守りたかったレナの人々が何かに支配されているというなら、俺は戦うまでだ。ネビリが俺にあの仮面を、鉄仮面をかぶせた。あなたの心が砕けるのを防ぐために、痛みも記憶も失う可能性を分かっていた。それでもあなたに生き延びてほしかったんだわ。記憶の中で見た場所じゃないか。そうだ、
300年前ここで儀式が、奨励の儀が行われたんだ。かつてここにレナス・アルマがあった。ここでアルフェンとネウェリが。レナス・アルマだけでなく赤い女もいる気配はないな。アルフェン、すまないが今は感傷に浸っている時ではない。先に進もう。これはまたダナの声の仕業なのか。奨励の儀から1年、あの時王アルフェンを暴走させた力が今は私の中にあって、なおも恐るべき未来を見せてくる。なんかこれまでの幻とは違う、もっと具体的に伝えようとしてるみたいな。あの日私たちがしたこと、そしてその身に起きたことを思い出さない日はない。奨励の儀が何のためなのか最後まで教えられることはなかったけど、王であるアルフェンがレネギスそのものに意識をつなぎ制御する、人一人の手には余るはずのその制御をレナス・アルマの補助で実現する。それがあの日行われたこと。私巫女の役割はその巨大な力を安定に導くことだった。レネギスそのものと。ではやはり今起きていること。でもあの時力が見せた破滅、自分たちのしていることがそれを招くと悟った。私は思わず反射的に役目を放棄してしまった。巫女を変えた儀式は失敗し、意識を飲み込まれたアルフェンの力は暴走してしまった。原因となった力を私は巫女の力でどうにか自分の中に封じ込めた。でも結果としてレネギスは崩壊寸前となり、大勢の同胞が死んだ。全ては私のせい。この私の中に眠る破滅をどうにかしなければならない。それがせめてもの償い。でもどうすれば。力は精霊力そのものなら、皮肉にもレナス・アルマが助けになるかもしれない。レナス・アルマの中では精霊力は外から干渉されない限り極めて安定した状態になるから、王と巫女の力で力をレナス・アルマに移すことができれば、あるいは私にはそれを行う術がない。レナス・アルマは失われてしまったし、王のアルフェンも遠い故郷。今の私にできることは巫女の力で世界に破滅をもたらすこの存在を封じ続けることだけ。レナス・アルマが再び作られ新たな王が現れる日まで、たとえ子孫にこの呪いを託すことになっても。ごめんなさい、私のせいで辛い思いをさせて、何もしてあげられなくて。
待って、あなたは。ネヴィリ、今のはネヴィリが残したのか、それともダナの声なのか、一体。これは300年前、俺とネヴィリが儀式で着ていたものだ。これが巫女の装束。ああ、王と巫女それぞれの能力を高め補助する機能があると聞いた。なんでそんなものが急に。きっといつか茨に立ち向かうことになる王と巫女のためにネヴィリが残してくれたんだよ。この姿は俺たちが追う謎そのものと直接結びついている。残してくれたのは謎を解けというネヴィリの意志だ。レナス・アルマがあれば茨の元凶となっている精霊力を無力化できる。つまりネヴィリが言ったのはそういうことか。マスターコアや修霊機に精霊力が意志を持つのを妨げる機能があるのでは、というのは以前から言われていたことです。もしそうならレナス・アルマにも同じ機能があっても不思議ではありません。王と巫女はここにいる。あとはレナス・アルマさえあればシオンを茨から解放できる。シオン、本当なの？本当に？ああ、茨も破滅の未来も回避できるんだ。だが目的が異なるとはいえ、奨励の儀は一度失敗している。水を差すようだが、同じ取り合わせである以上楽観は禁物だろ。分かっている。だが可能性が見つかったんだ。自分の力で切り開ける道なら俺はそこにかけたい。私今心からホッとしている。そんな風に思ってはいけないのに。世界の危機もまだ解決していないのに、自分の望みが見えただけで。でもいけないなんてことないよ。望みが見つかったんだもん。むしろ喜んで当たり前だよ。そうだぜ。危機の方は危機の方でしっかりやればいいんだ。ありがとう。ネヴィリは私たちに世界の未来を託した。その思いに応えないと。となればいよいよレナス・アルマを見つけなければな。ああ、ここまで来たらレネギスだろうとレナだろうと見つけ出してやるぜ。うん、シオンも世界も絶対に守らないとね。付き合おう。それでまた新たに明らかになる謎もあろうしな。素直でないですね、あなたは。あなたは本当に奇跡を起こすのね。俺一人じゃない、みんなで起こしたんだ。シオンも含めて。先へ進もう。俺たちにはまだやるべきことがある。ありがとうネヴィリ。俺を暴走させた力をネヴィリが封じてくれた。俺を止めて命を救ってくれたんだ。でも封じた力はシオンに受け継がれてしまった。すまない。
俺のせいでシオンはずっと呪いを。違うわ。儀式の成功を、破滅を回避したから暴走は起こった。あなたは業を背負わされ300年も眠ることになった。アルフェンが記憶を失ったきっかけはシオンを苦しめてきた呪いと同じ。イバラ、全ての始まりだな。消せば全てが終わる。イバラがなくなる、そんなこと夢にも思わなかった。本当はずっと考えてた。イバラがなかったらって。家族と触れて、友達と遊んで、リンウェルと手をつないで、ローを引っ叩いて、みんなと抱き合って、普通に一緒にできたらいいなっていつも思ってた。信じていいの？期待してしまうことが怖い。やっぱりダメだった。そんなことにはならない。そのために俺はいるんだ。運命でも宿命でも使命でもない、シオンと生きる。普通にさ、やりたいことたくさんあるんだろ。ええ、不思議な気持ち。きっとこれからも戦うのだろうけど、生きるため、自分のためというのは。それでいいんだ。信じるわ、アルフェン。あ、俺も戦う。戦い続けて、絶対に掴み取る未来を。心のでっかい人だったんだな。立場のせいもあったろうが、レナとダナの違いも彼女にとっては大して意味がなかったらしい。ああ、それを彼女は俺にも教えてくれた。その上で俺をダナに返してくれたんだ。しかも同胞のため自らはレネギスに残り、恨み事一つ言わなかった。見事なものだ。自分と他人、レナとダナ、彼女にはそういう何かを隔てる壁がなかったんだわ。壊さなきゃならないような壁がなかったか。そうだな、そうかもしれない。そして君はその彼女の思いを受け取った。ああ、私たちのお手本、先輩かな。そういう人だったんだね。
いかにもって感じの扉だな。ここが一番奥なのか。レナス・アルマと赤い女もこの中なのかな。ここまで来たからにはそうであってほしいものだな。おそらくここも王にしか開けられまい。アルフェン、お願い。どんな秘密が待っているか見極めよう。一般の居住区とは随分様子が違うわね。ああ、むしろこれは錆の中と同じだ。ダナの精霊力もあの時以上に感じるよ。レナの支配者のための区画にしてはおかしな感じだな。変わった趣味の持ち主なのかもしれないぜ。見た限り作られてからそれなりの歳月が経っている。趣味だとするならレネギス建造当時の誰かのものとなるか。ただこの異質さは芸術でいう大敗とも違う。なんだ芸術大敗。趣味も度が過ぎると奇妙奇抜に陥るという話だ。興味があるならじっくりと聞かせるが。それ聞いても腹は膨れないよな。芸術が満たすのは腹ではなく精神だ。なら精神が腹すかした時に頼むわ。頭なら大体いつも空っぽじゃない。やかましい！